どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はイオンクレジットカード 20% キャッシュバックキャンペーンね、紹介していきたいと思います。イオンといえばって感じですけども、昨年8月ぐらいですかね、結構大型なね、20% キャッシュバックキャンペーンをやって、そちらが終わって多分皆さん還元受けたんじゃないのかなと思うんですけども、今回ねまた3月1日から20% キャッシュバックキャンペーンね始まります。こちら解説していくんですけど、まずねキャンペーンの概要なんですけども、20% キャッシュバックキャンペーンということで、キャッシュバックが最大5000円っていう風になっておりますんで、対象支払い金額は2万5000円で、最大5000円キャッシュバックっていう感じになります。でね、今回のキャンペーンなんですけども、先着20万名様限定ということなんで、達成者ねホームページで告知っていう風になってますんで、先着でね20万名だけこの 20% キャッシュバックキャンペーンがね受けられるっていう風になっております。まずね入会対象期間が3月1日から5月10日まで、利用期間が3月1日から7月の10日までっていう感じで、入会がね、3月1日から2ヶ月間ぐらい、結構長いですよね。で利用期間も3月1日から7月10日までっていう風になっておりますんで、かなり長期間のねキャンペーンという風になります。でこれね20万名がこの3月1日から5月10日までに集まらない場合は、期間延長するかもしれませんみたいなこともね、書いてあります。でこのキャッシュバック、2万5000円分使って、5000円分キャッシュバックされる、時期なんですけども、このキャンペーン自体が7月10日までやっているということで、3月1日から始まるんですけども、キャッシュバックのね、付与は8月の31日っていうふうに予定されている感じです。でね、まず、このキャッシュバックキャンペーンに乗るにはですね、条件っていうものがあります。まず第一に、新規にクレジットカードを発行した方ですね。イオンカードを新規で発行された方ですね。次に、イオンスクエアメンバーの ID をログインの上、キャンペーン応募が必須なんですよね。これで覚えておいてくださいね。これね、新規で発行したからといって、ログインしてキャンペーン参加しないとね、キャッシュバック対象になりませんのでね。で、次に、対象カードの引き落とし口座を、イオン銀行にする必要があります。ですので、クレジットカードも申し込みもそうなんですけども、イオン銀行が引き落とし口座であることっていうのがね、条件となっておりますんで、その点はね、本当に気をつけてくださいね。これを全部満たしてないと、このキャンペーンのね、キャッシュバックが受けられないっていうふうになります。で、対象カードはね、ちょっとここら辺に出しておきますけども、かなりね、対象カード多いです。ですので、よく見てもらってね、自分がよく使うクレジットカードのイオンカードがね、付帯しているクレジットカードでもいいと思いますし、この後ね、おすすめのクレジットカードもね、紹介させていただきたいと思っております。このキャンペーンの注意事項なんですけども、今の3つのね、順序を沿ってね発行していただくのと、昨年ね、大規模なキャンペーンがありましたという話をさせていただきましたけども、2019年3月1日から2020年2月29日までに、イオン銀行が発行しているクレジットカードですね、こちらを発行された方はですね、こちら今回のキャンペーン対象外っていう風になっているんですよね。ですんで、私もね、前回のキャンペーンで、利用させていただきましたんで、今回はね、利用できないっていう風になっているんですよね。この点もね、気をつけてくださいね。キャッシュバックについてなんですけども、8月10日時点で以下に該当する方は、対象外っていう風になっておりますんで、こうね、注意してくださいね。まず1つ目が、会員資格の失効。クレジットカード解約しちゃったとかね、間違えてね。そういうのも NG となっております。あと、支払い遅延している方。こちらはもちろんそうなりますよね。支払ってないわけですからね。プラスして、イオン銀行に口座設定されていない方。この点注意してくださいね。あとね、三井住友カードのね、20% キャッシュバックみたいな感じで、今回のキャンペーンからもうダメなんですけども、以前まではね、三井住友クレジットカードとかって、複数枚発行して、利用するみたいなのね、できたんですよね。ですけども、このイオンの、今回の 20% キャッシュバックキャンペーンは、複数枚発行しても、全部のクレジットカードで最大5000円っていう風になっておりますんで、その点もね、覚えておいてください。で、支払いに関してですね、家族カードであったりとか、Apple Pay、Google Pay とかね、そういうもので、利用した場合でも、今回のキャッシュバックが対象っていう風になっておりますんで、基本的には利用できるっていう風に、キャッシュバック対象っていう風になっております。一応ね、キャンペーンの注意事項みたいなのも読んだんですけども、一応ね、対象外みたいなものはね、特に記載されてないので、今のところは大丈夫だと思うんですけども、こちらキャンペーンなんでね、利用する際は確実にね、公式サイトをチェックするようにしてくださいね。後からね、後出しじゃんけんみたいな感じで、追加されるってことはね、結構よくあることですからね。それではですね、次に、イオンのクレジットカードのおすすめのクレジットカードをね、紹介していきたいと思うんですけども、私が紹介したいのはね、おすすめしたいというのはこちらですね。こちらね、イオンカードセレクトクレジットカードですね。こちら、年会費無料で、イオングループの決済で、1%、その他ね、の店舗で 0.5% の還元が受けれるっていう風なクレジットカードで、20日と30日はね、5% オフになったりとか、毎月10日はね、ポイント5倍とかね、やっているクレジットカードなんですけども、イオンカードセレクトをね、おすすめする理由なんですけども、イオンの、クレジットカード、イオンカードセレクトをですね、こちら諸説あるんですけども、だいたい100万円ぐらい使うと、ゴールドカードのね、招待状っていうのがね、来ると言われてるんですよね。で、このイオンのゴールドカードになると、何がいいかっていうと、イオンのイオンモールって呼ばれている、イオンのね、複合施設、ああいうところにね、イオンラウンジっていうのがあるんですよね。ですんで、そこでね、ラウンジが利用できるんですよね、ゴールドカードになると。ラウンジには何があるかっていうと、ソフトドリンクとね、休憩できるスペースがあったりとか、もちろんこのソフトドリンクがね、無料で利用できたりとかね、そういうサービスもありますんで、これね、近くにね、イオンの大きいショッピングセンターがある方はですね、ぜひ狙っていただきたいなと思います。一応ね、公式サイトにも、このインビテーションっていうのが、一応100万円ぐらいみたいな感じで、いろいろね、諸説あるんですけども、100万円ぐらい利用すると、来るんではないかっていうふうに言われてるんですよね。で、ゴールドカードになるとですね、さらに、クレジットカードのね、ラウンジが、利用できるようになります。基本的にね、大きいここにはね、絶対あるクレジットカードラウンジなんですけども、ラウンジでね、ソフトドリンクとかね、雑誌とかね、あとゆったりできるスペースなんかもね、利用できるっていう感じの場所なんですけども、そこもね、このイオンのゴールドカードになるとね、入ることができます。これね、年会費無料なんですよ、ゴールドカードにしたところでね。ですんで、個人的にはね、かなりおすすめなんで、もしね、これから発行されるっていう方はですね、こちら狙ってみてもいいんじゃないですかね。特に近くにイオンの大きいショッピングセンターとかね、ある方は、この機会にね、イオンカードセレクト修行みたいな感じでね、メインカードで決済をここに集めて、ゴールドカードインビテーションをね、狙うっていうのもね、ありなんじゃないかなと思います。で、最後になんですけども、こちらね、今現時点での話なんですけども、auPAY のね、キャンペーン 20% キャッシュバックキャンペーンやっておりますよね。一応解約とかあってね、最大のポイント数上限がね、6000ポイントになってしまったりとかね、そういうのはあるんですけども、3月以降もこの還元率でキャッシュバックキャンペーンは続くわけなんですよね。で、一応対象支払い金額は大体3万円までで、6000分のポイントがもらえるみたいな、そのぐらいのキャンペーンになってるんですけども、3万円利用する方はですね、制限がないんで、今回のこのキャンペーンもですね、合わせ技が使えるんですよね。ですんで、これ auPAY で 20% ね、イオンカードのキャンペーンでね、20% みたいな感じで、合計 40% ね、還元が受けれるっていう風にね、なります。これ今現時点での話ですけども、変更がなければね、こんな感じで利用することもできます。で、先日紹介したね、マリオットボンボイのね、ポイント購入のキャンペーンもですね、こちらで、2万5000分までにはなってしまいますけどもね、現金の出費を抑えるっていう意味ではですね、これで切ると、5000はね、返ってくるみたいな感じになりますよね。ちょっとね、上限がね、そんなに高くないわけですけども、そういうのにもね、利用するのもおすすめとなっております。もしね、auPAY のキャンペーンにね、合わせていきたいっていう方はですね、国際ブランドを、マスターカードで発行しておくとね、これ直接チャージできるんでね、楽になりますんで、もしね、auPAY キャンペーンね、一緒にやりたいって方はね、国際ブランドをね、マスターカードを選ぶようにしていただくと、楽だと思います。いかがだったでしょうか。今回はですね、イオンカードの 20% キャッシュバックキャンペーンね、紹介させていただきましたけども、三井住友クレジットカードのね、キャッシュバックキャンペーンが始まって、まあ、それと同じぐらいのタイミングでね、三菱 UFJ ビアソークレジットカードのね、キャンペーンも始まりまして、またね、20% キャッシュバックキャンペーンね、かなり増えてきましたよね。まあ、今回おすすめな方っていうのは、まあ、三井住友クレジットカードをもう発行できなくて、三菱 UFJ ビアソカードの、キャッシュバックキャンペーンもね、もう乗れないよみたいな方はね、ぜひね、今回のこのイオンカード、クレジットカードのね、キャンペーンね、狙ってみてはいかがでしょうか。まあ、これもね、去年利用している方はね、残念ながら対象外にはなってしまうんですけども、発行されてない方はね、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。まあ、とりあえずね、3月1日からのキャンペーンなんでね、間違いなく今発行しないでくださいね。これ3月1日以降にね、発行して初めて入会できるキャンペーンですんでね。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、Twitter もやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。